皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんと渡るです。え、誰？渡るくんなんですけども、サムネとタイトルにもあります通り、私たちはせーの付き合うことになりました。おってん。私は4年ぶりに彼氏ができたんですけども、本当にちょっと変だよね。なんかちょっと慣れないんだよな、この感じに。ただなんで、今回その彼氏の方に出ていただいたかというと、以前から視聴者さんに、かのんちゃんってね、いつ結婚するのとか、いつ彼氏作るのみたいなご心配をいただいてたんで、ちゃんと正直に隠すことなくご説明ご報告できればいいかなと思って今回動画を撮らさせていただいたんですよ。で、今視聴者さんは多分ですけども気になってることが何個かあると思うんで、それを皆さんのお気持ちを代弁してくださる、インタビュアーさんが今日います。あっくんさんです。はい、よろしくお願いします。あ、じゃあ先に、わたるさんの今何をしてるか、どういう、わたるさんの自己紹介をね、まず簡単に自己紹介させていただくと、同い年で1990年、はい、27歳の年 で、はい、で出身が、栃木ですね。大学卒業後正社員3年と6ヶ月ぐらいを、仕事させてもらって、でその後正社員退職して、今は、個人で、フリーランスっていうところなんですけども、そこの、個人事業主という形でいろんな企業さんから、案件、引き合いをいただいてですね、なんとか生活しているという状況。なんか真面目な、立派な方、お真面目なおトークでございますわね。じゃあまず一つ目の質問でいいですかね。はい、まずお二人の、馴れ初めの方、馴れ初め、はい、大学何年生？2年だよ。2年生か、まだ男時代だよね、うちの時。そうだね、そう、男の子時代からうちのこと知ってるんですよ。そう、ってことは5年前か。5年前、あれだね、友人 A 君の紹介だよね。紹介で、どっちも歌好きみたいな感じで、その間に入ってくれた友達が地元の友達なんだよね。そう、俺のその地元の友達で、そう、で熱心に、僕が個人的にこう歌やっていきたいっていう話をその仲介にいた友達にしていたところ、そのまま仲介の友達 A が、いや実は俺の大学にもこういう熱い思いを持ってるやつがいると、で一回会ってみたらどうっていうのが、きっかけ。そうですね。で、そこの友達はうちと同じ大学で友達なんですけども、生の時でしょ、もう完全にうち男だったじゃん。そうだね。え、どうだった？いや、あの時はその歌に対してのスタンスはすごいストイックでかっこいいなっていうのはかっこいいな思ってて、でもただいや、なんか男にしてはちょっと頼りないんじゃないかなっていうところで、歌はうまいし、そういったいろいろ尊敬できる面と、あとはちょっとなんか若干こう、なんつうんだろう、なで方、ちょっとなよっとしてるよね、男にしては。だから若干こうなんかちょっと普通の男とは違うぞみたいな。普通の男よりかは、そうだね。ああ、っていうか再会したのがいつ？つい最近だよね。つい最近って言っても今年の頭ぐらいなんですけど、ちょこちょこ連絡はしたり、たまに取ってて。じゃあお付き合いを始めたのは今どのぐらい、何ヶ月？1週間前です。何がきっかけだったんですか？東京に仕事で上京してきたから。そうだね。お互いのその現状確認するという、確認する目的ではなかったけど、でたまたま連絡取った時に、あれ住み近いなって、でその時に今どうみたいな感じでこう入ってったっていうのは多分導入のところ。そうだね、よくあるんですね。それでなんかちょこちょこご飯食べに行くようになって、で1週間前にお付き合いすることになったんですけど、で僕自身もそもそも、こんだけなんか有名に全然だけどなった方なんで、最初その連絡するのもちょっとおこがましいなって思ってたけど、気さくにこう返してくれて、で結果ご飯行って、これだけこう距離が縮まって今に至る。どうですか、女の姿になった私を見て。まず男時代から、あの時代と比べたら圧倒的に色気が出てる。おっていうのと、あと変わらない点で言うと、多分肌の色が変わらない。ああ、そうだね。あと多分当時男の子だった時は、髪の毛もっと短かったから、そうなんだよ。で、あの時黒髪だったよね、がっつり。だから今こう髪の毛が染まっててロングになって、こう色気が出てて、いやもう別人ですよね。本当ですか？面影ない。でも男時代の姿を知ってて付き合ってくれてる人はかなり
貴重ですから。あれかもしれない。根元はやっぱりちょっと面影があるかもしれない。でも輪郭がすっごいシュッ。まあもともと多分顔はちっちゃかったんだけど、小顔にさらにシュッとなったから。あ、熱々す。お互いのね、いいところを言い合っていただきたい。めちゃくちゃ恥ずかしい。じゃあ私先言っていい？まあ、 男子時代からいい意味で変わらないっていうのと、趣味が合う、なんか歌が好きとかカラオケが好きとか、まあそういうのもあるんですけども、一番決め手が、なんだろう、性別変わっても全くその人がその人だからっていう、何も変わらずに向き合ってくれること、なんかそれが一番自分の中でしっくりきました。僕も、まあ、結構似てて、はい、まあ、あの子一番最初に元男の子の段階でお会いしてる時から、うん、もう結構多分会話とかあと距離感の縮め方とかっていうのは多分なんかすごく自然に入れたかな。その時から意外とこうなんか俺もその時は、まあ、緊張したりとか結構するタイプだったけど、うん、意外と自然と入れてたので、ね、まあ、そことの距離感っていうところの、うん、入り方としてすごく良くて、まあ、心地いいって言ったらちょっと変だけど、それで、うん、まあ、直近お会いしてからも、まあ、何かに向かってこう進む姿勢とかっていう、うん、そこのスタンスの部分すごい尊敬できる点もあって、まあ、心地よさとか、あと多分なんか人間ってこう恋愛していくにあたって不足してる点とか尊敬してる点とかってこうなんて言ったらお互いあると思うんで、それがこうなんか自分にないところが相手にとってなんかいいところがあるっていうのは尊敬の点に値すると、やっぱりその一緒にこう時間過ごしていきたいなみたいなのは結構感じるところだよ。違うでしょ、本当はビジュアルに惚れたんでしょ。いやでも正直あの頃に比べたらめちゃくちゃマジで可愛くなったっていうのは本当にだそうですよ、視聴者さん。じゃあ次の質問、はい、もうなんでこう発表しようって、はい、タレントさんってなんか恋人宣言とか結婚しますとかいう宣言すると人気って落ちるじゃないですか。なんか結構それってなんか自分にはなんか無縁のようで無縁でもないような気がしてて、それはそれでやっぱそういう人気商売なんで同じ、でもYouTuber ってやっぱり視聴者さんにこう支えていただいて積み重なってできたものだから、なんかちゃんと視聴者さんに彼氏やっとできたよっていつも応援してくださってありがとうございますっていう、なんかちゃんと正直に話しておきたいなっていうのが理由ですかね。じゃあ次の質問いいですか。はい、まあ、渡るさんがね出ていただいて、今回ね、今後この渡るさんが出てくるということはあるんですか。めっちゃそれ私が今振ろうって思ってた質問内容を振ってくれたのはさすが。私的には動画に出ていただきたいなって思ってて、今まで出せなかった動画とかもなんか一緒に作っていきたいというか、まあ実はですね、私のこの今のバンドチャンネル のカメラマンもやってくださってるんですよ。っていうこともあって、まあ本人も演者側としてもこうやって今回了承してくださって出てもらってるんですけども、今後例えば付き合ってる者同士でしか出せない動画、要はいわゆるカップル動画とかも定期的に出せればいいなと思ってます。まあ基本は私のチャンネルなんで、まあ9.5割方私の動画では行くんですけども、残りの1割 0.5 割ぐらいはカップル動画と一緒に、例えば旅動画行ったりとかグルメツアーしたりとか、まあ今まで出せなかったような動画を出していけるチャンスでもあると思うんで、それはもう YouTuber ならではのね、 YouTuber と付き合ってたらそういう運命になるからね。まあスケジュールが合えば、うん、お願いします。だそうです。カップルなんだから合うでしょ。ほんとだよ、合わせてくれよ。ギャラ払うから。カップルこれギャラ払う、ちょっと本当にカップルか、お前ら。えそんなギャラとかギャラとかスケジュールとかしか、ちょっと待って、さっき5000渡したの秘密にしたいから。あれ自分でボケと思った。なんか怪しいな。あ、本当ですよ。まあ、そんなね、あれ、はい、これ付き合ってなかったらやばいだろ、ただのあれだろ、サイコパスだろ。まあこんな感じでございます。皆さん今後とも青木かのんと渡るをですねよろしくお願いします。うちの動画見てるでしょ、だってチャンネル登録とかツイッターの言い方も分かるでしょ。ついてこい。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、そして TikTok も画面の下にありますので、ぜひフォローもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。一緒にお会いしましょう。これお蔵入りかな。OK 終わり。
いいんじゃない？取れてなかった。うっそー。